日本の次期戦闘機開発は着々と進んでいるようです。同時に進めている IHI 射程 XF9 エンジンの実用化への取り組みも順調そうです。今回は、XF9 エンジンと次世代戦闘機の共同開発計画 GCAP グローバルコンバットエアープログラムを見ていきましょう。やっぱり、純国産なんてことはないですよね。2022年12月、外交・防衛政策の基本方針国家安全保障戦略など、いわゆる安全保障関連3文書が改定され閣議決定しました。この閣議決定により、日本の防衛をめぐる議論が、様々な立場から、様々な反応を巻き起こすことになりました。この決定で、日本の防衛予算が、2023年度からの5年間で、現在の 1.5 倍にあたる総額43兆円に上がると判明しました。しかし、最終年には、NATO 加盟国の目標額と同じように、対 GDP 比 2% 以上の水準に引き上げると見られています。NATO 加盟国は、ロシア・ウクライナ戦争の長期化を考え、防衛費を引き上げる方向に舵を切りました。日本としては、加盟国が、今後一定の防衛努力のため対 GDP 比 2% を基準値にすると予想したので、それに追随したというわけでしょう。日本は、今後の防衛予算の使途として、防衛力強化のため、スタンドオフ能力獲得と整備を進める方向を打ち出しています。従来より、飛躍的に、射程距離が、長い兵装の購入を進めようとしているのでしょうか。このスタンドオフ能力の第一目的は、日本に接近する艦艇から放たれた艦対空ミサイルの阻止です。日本を守る反撃能力を保有し配備すれば、相手の射程圏外の安全な場所から攻撃できるということになります。つまりミサイル能力を向上させるとともに、自分たちが被害を受けるリスクを極力減らし、敵のターゲットを攻撃するという論理を実現しようというわけです。このようなスタンドオフ能力を備えた兵装を、政府は反撃能力と呼んでいます。政治的認知を得ようとメディアでも使っていますが、専守防衛という日本の基本理念に反するのではないかという意見があります。日本を取り巻く軍事的現実は年々複雑化しています。過前期のような議論が完全に決着することはないでしょう。スタンドオフ能力や反撃能力などの兵装が大きな注目を集める一方で、戦闘機の新しい動きが始まったようです。その新しい動きが前での GCAP です。2022年12月9日、日本、イギリス、イタリアの3カ国が共同での次世代戦闘機開発を正式に発表しスタートしました。これがプロジェクト GCAP です。日本は現在空自が運用している F2 戦闘機をイギリスとイタリアが両空軍が現在運用しているユーロファイタータイフーンの後継機となる戦闘機の実用化をこの GCAP では目指すということになります。空自の中では現在交友区分や呼称は廃止されましたが、かつては主力戦闘機とそれを補う支援戦闘機という分類がありました。そして主力戦闘機はアメリカからの輸入もしくは国内企業がライセンス生産して調達すると決められていました。支援戦闘機は、アメリカとの共同開発が通例でした。現行の F2 戦闘機も、当初は支援戦闘機だったため、アメリカのロッキード・マーチン社製の F-16 ファイティング・ファルコンをベースに開発した機体でした。日本国内では、F2 戦闘機開発について、自国での単独開発を主張する意見がありました。しかし、太平洋戦争敗北後、自衛隊の戦闘機は、アメリカを含む連合国の意向で禁止され、軍備産業も抑制されていたのです。こうした事情があるので、機関部製造は不可能、航空機開発技術も大きく後退する羽目になりました。なので、前述の通り、F2 戦闘機は、F-16 ファイティングファルコンをベースとせざるを得ず、機関部は現 IHI 社がライセンス生産したのです。また、航空機開発に関しては、日本は、すべての技術をアメリカに開示しなければならないという義務を課せられていました。しかし、アメリカは、主要なコントロール部分の情報は日本側には公開せず、いわゆるブラックボックス化したので、偏った契約だったのです。
さらに、日本の希望する F2 戦闘機の仕様変更は不可能でした。政治的な問題はありましたが、不満の多い運用を強いられたのです。要するに、高い金額で買った、買わせられたのに、客の要求は無視されたのです。こうした F2 戦闘機の開発での苦い経験があったので、日本は、後継機開発については、機関部の内製化実現を目指し、現在の防衛装備庁と IHI 社との間で、それを目的とした取り組みを進めてきました。防衛装備庁からの依頼を受けた IHI 社は、2010年から、次期戦闘機用の機関部を目指した XF91 エンジンの開発をスタートしました。そして、8年後の2018年6月に、試作機1機を完成させ、納入しました。納入された XF9 エンジンは、2020年7月までに、各種の性能テストを実施し、結果として、アフターバーナー未使用時に11トン、使用時には15トン以上の推力を発揮しました。この数字は、F2 にラプターに搭載されている F119 エンジンに近く、空気吸入用のタービン入り口付近の温度でも、1800°C という世界標準クラスの数値を叩き出したそうです。発電能力は、今後の戦闘機の機関部として、重要性が増してくると思われますが、XF91 エンジンは、180kW を記録し、一定水準をクリアしています。XF9 エンジンは、実際に機体に搭載してのテストではないのですが、スリム化、大出力、ステルス性を確保し、一定の数値をクリアしたことで、将来の戦闘機に対応しうると、大きな期待を集めました。さらに2019年開催されたマストアジア2019では、水力変更装置が展示されました。このマストアジア2019で展示された水力変更装置は、XF91 エンジンに装着可能な XVN31 というモデルで、ロシア製の第5世代戦闘機として知られているスホイ57、スホーイ等にも採用されている水力方向を変更する装置です。この水力変更装置の目的は、搭載している戦闘機の機動性を向上させることです。機関部からの排気角度を調整し、推進方向を制御する仕組みで、アメリカの F2 にラプターでは、パドル式の水力変更装置が採用されているそうです。ロシアのスホイ37やスホイ57はノズル式水力変更装置ですが、XF91 エンジンに装着可能な XVN31 もノズル方式で最大20度の水力変更ができるそうです。いわゆる第5世代戦闘機は、機体本体に優れたステルス性能があるので、敵の攻撃を回避できると想定されていますが、機敏な機動性を確保するには、このような功夫もあるというわけです。これまで述べてきたように、2019年に水力変更装置のノズル XVN31 が公開されるなど、XF9 エンジン実用化に向けた実際的な取り組みが着実に推進されてきています。と言っても、今後の GCAP は、状況によっては、共同開発の変化もあり得るので、どんな方向に進むのか、決して予断を許さない状況とも言えます。GCAP では、高級車で有名なイギリスのロールス・ロイス社が機関部開発を担うことになっています。ロールス・ロイス社は、イギリスやイタリアが採用しているユーロファイター・タイフーンの機関部開発も主導しているので、全体を統括する BAE システムズ社とともに、プロジェクト全体の主導権を握るのではないかと見られています。また、これまで、イギリス、イタリア、スウェーデンの3カ国が推進してきたテンペスト計画でも、ロールス・ロイス社は、機関部の開発を行っています。優秀なロールス・ロイス社ではありますが、テンペスト計画の機関部開発には難航していたとも聞こえてきます。とは言っても、ユーロファイター・タイフーンなど、量産型戦闘機のエンジンを開発してきたノウハウには、すごいものがあるのです。ロールス・ロイス社は、昨今のデジタルエンジニアリングの進展により、戦闘機の機関部設計から、製造までを、極めて短期間で行えるという自信を持っているという噂もちらほら。GCAP で、その進化がわかるだろうとも言われているようですよ。